どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、常闇が弱すぎる件について話していこうと思います。ヒロアカの新キャラでね、僕このキャラループで使うの楽しみにしてて3体引いたんですけども、あの蓋を開けてみれば本当に終わってるんですよ。でこれ運営が意図してないと思うんですよ。僕多分これ意図してないと思ってて、ちょっとこれは運営がマジで、もう正直言ってエアプナだけだと思ってるんで、マジで運営に届いてほしいんで、今日は動画にしていこうと思います。で常闇何が終わってるかちょっと話していきたいんですけども、まず常闇ってね、無効貫通を生成してループしていけるキャラなんですよ。で無効貫生成キャラって結構いるんですよね。 3×3 生成で言うと、まあ、当たり前ながらね常闇も生成で使えるんですけども、まあ、他に言うと例えばこういうノクタリアキティとか、まあ、エノーラとかいっぱい入れますよね。ちょっとまあここら辺一回入れましょうか。はい、まあ、一旦ちょっとなんで俺がこんなに強度が起こってるかについても話していければなと思うので、ちょっとね、いろいろ使っていこうと思います。はい。まあ、ここら辺かな、無効貫通キャラといえばね。うん。まあ、みんな大好き無効貫通キャラといえばここら辺になるでしょう。まあ、竜とか入れとくか。はい。で、なんで今日俺がこんなにブチ切れてるか話していきたいんだけど、常闇まずね、無効貫通生成に関して、2つ。あまりにも弱い問題点があります。まあ、そもそもですね、大前提として僕は常闇の評価を第5位にしてたと思うんですけど、あの5位っていうのは常闇が何ら問題なく左上に無効貫通を生成してくれて、上限80億解放6回生成だったらめちゃくちゃ強いなと思って今回ね5位にしてたんですけども、はっきり言います、今5位どころか20何位とかです。マジでトップ10なんて絶対に入りません。なんでじゃあ弱いかというのをね話していければなと思います。それではここからは実際にね、常闇がなんで弱くて炎上してるのかについて話していこうと思います。まずそもそも無効貫通スキルっていうのは左上の生成が大前提となっております。そう、無効貫スキルってもう左上につけらないと弱いんですね。僕は当たり前なんですけど、ノクタリアキティ使いますね。こんな感じで当然左上生成なんですよ。これ当たり前なんですよ。ただこの常闇はなんと左下生成なんですね。でこれなんで左下生成が弱いかって話なんだけども、こうやって見てもらって分かる通り、無効貫通キャラって基本全部左上生成なんですよ。でじゃあ左上生成の何が強いかっていうと、左上生成っていうのはこうやって無効貫通組むじゃないですか。その後落ち込んだシワッチをつけてると盤面が一切荒れないんですね。そう、つまりこうやって左上生成のスキルだけでループができるんですよ。でしかも盤面が荒れないから、敵が、まあ、例えば二色陣三色陣みたいな盤面荒らしをしてくるとか、まあ、そういうことがない限り基本的に盤面が荒れないから左上生成ってめちゃめちゃ強いんですね。だからこんな感じで竜とかノクテレキティとかメタランタレスとか全員左上生成ですよね。左上生成のおかげで脳死で周回できるからめっちゃ強いんですよ。じゃあそれに対して常闇がどうかっていうと、左下生成なんですね。そう、こうやって使うと分かると思うんですけど、左下生成なんですよ。左下生成がなぜ弱いと思いますか？答えは簡単です。一回消しますね。まさにこうやって消してあげた後ですね、はい、上に 3×3 にこうやって作られるんですね。じゃあこれ何が問題か、ここでもう一回常闇を打つとしますよね。ちょ、一回1コンボ右側で組みますね。はい、ここでもう一回常闇を打つとして、そうするとこんな感じで無効貫通がこの、分かります、ここの1、2、3個分に闇が降ってきてるとずらしで組めないんですよ。そうだ、つまりですね、特闇を使って周回する場合っていうのはこの1、2、3マスですね、ここに闇ドロップがないか、これ 50% の確率で降ってくるんですけど、まあ、つまり2回に1回は最低でもこんな感じで闇ドロップをずらす作業が必要なんですね。だから何も考えず周回っていうのができないんですよ。一回はループで使ってみた方が分かりやすいかな。ちょっと常闇3枚変身してあげて使っていきますけど、まあ実際最初ね、こんな感じで、まあ、ずらしていける。で、ヘイストもあって変身はすごい楽なんだけども、マジでこんな感じ。このさっき言った通り、この3マスの場所に闇が降ってくるから、これも無効貫通になってないんですよ。まあ、つまりこれをずらしていく必要があると。そう。だから、つまり 50% の確率でこうやって闇が降ってくるから、さっきみたいにさ、脳死周回ってのはできないのよね。でこれも結局こうやってずらす必要があって、なんかずらし周回っぽいキャラの割にはもう全くずらし周回できないでしょ。これなのよ問題点は本当に。っていうので、もうひたすら無効貫通組んでいくキャラにもかかわらず、ね、なんていうの、盤面によって荒らされてしまうから、結局闇ドロップが繋がってないかどうかを確認し続ける必要があって。だから、左下生成のせいで、まあやっぱりこの生成がすごい使いやすいっていう問題点があります。まあこれは運営が攻略をね、攻略を意識して作ってるかもしれないんで、運営からのなんていうの、メッセージかもしれないの、実際ね。いやいや、トカーミは周回では使わせないよと。攻略で使えよというメッセージかもしれんけど、だとしたら弱い。
ただそれだけ。お前らがその思考なん、いや運営がその思考なんだったらただ弱いっていう、もうそれだけなんだけど、まあっていうのもあって、まず左下先生っていうのがすごい弱いんですよ。これが1個目の問題点なんだけど、実はこの1個目の問題点って言うてもさ、この繋がってる場所、サンマスの場所を警戒し続ければいいだけだから、まあ理論上一応なんとかなるのよ。これだけだったら別にまだ炎上しなかったのね。大問題がもう1個ありまして、ちょ、ここからね、2つ目の問題で話していこうと思います。ちょ、さっきの話の続きになるんだけども、そもそもですね、無交換通生成キャラっていうのは54マスで使った場合なんですけど、ちょ、メタランタルスで一回いきましょうか。はい、そのメタランタルスの話で言えば分かりやすいんだけども、こういうキャラって54マスでも普通に無交換通組めるんですよ。実は、まあ、ボフボフ使いますけど、ここで一回ねヒドロップ受けるじゃないですか。はい、そしたらメタランタルス打ちますよ。54マスの場合でもメタランタルスって当然ながら、はい、こんな感じで無交換通作れますよね。みんなの中の無交換通キャラって当然ながら54マスでも運用できるイメージあると思うんですよ。こんな感じでね、これ当たり前じゃないですか。じゃあ、まあちょっともうみんなもうすうす分かってきてると思うんですけど、徳闇使ってみましょうか。はい、みんなもうすうす分かってると思うよ。いくよ、徳闇使うよ。54マスで使うとこうなります。終わってない、マジで終わってないか、本当にやばくない？というか、俺が今回声を上げていたいのはマジでこっちなのよ。これ終わってませんか、普通に考えて。いくよ、変身後強運で使うとこうなるんですよ。これマジで終わってない？そもそも無交換通キャラって左上生成の場合54マスでも無効貫通を作れるんですね。だから火力を出していけるっていうのがすごい強いポイントのメリットで一つだったんですよ。もうこれがめちゃくちゃ偉かったんですよ、54マスでも作れるところが。だから盤面縮小対策をしなくても無効貫通ずらして組んでいけるから、超つなげ周回キャラともね、差別化ができて、もうメリットしかなかったんですね。ただそれに対して、徳闇はこれやばくね、2列しか作れないんですよ。2×3、だから、まあ、俺がこの動画で何が言いたいかっていうと、徳闇の評価は実装前からとんでもないぐらい下がりました。実装前の徳闇は本当に第5位にしてた通り、結構なんなら第5位の中でも期待値高かったんですよ。正直こいつかなりやれるなと思ってて、生成としてもすごい強いし、周回運用かなり活躍できると思うから、このキャラ評価上がるなと思ってたんですけど、まあ、結論としまして、この常闇は評価としてはまあ本当にトップ10は絶対に入んないですね。なんて言えばいいんだろう。正直言って、まあ、2つ言いたいことがあって、まず1つ目は攻略としては正直物足りない。死柄木が実装されてる件とか、強点が現時点でいる時点でわざわざ攻略でこれを使う人あんまりいないかなと思っていて、別に攻略運用としてはそんなに強くないと。周回運用が強いだけなのに攻略運用ができないっていうのが、まあまず微妙であるというところで、2つ目が正直こんな盤面縮小を返さなきゃダメな視点で使うメリットっていうのがほとんどないんですよね。だったら超つなげ周回してる方がマシなんですよっていうので、まあなおさらね、弱いポイントになるかなと思います。まあ1個だけ救いがあるとしてれば、トカヤミって武器が強いんですよ。スキブチーム HP2 つ、暗闇2つ、闇ドルキを打つに10ターン落ち込み打ち、指が2倍、ランダムルーレット1個生成10ターン、これ全部10ターンが9ターンで使えるんで、武器は強いのが耐えなんですけど、本当にキャラは考えられないぐらい弱いです。もうこれ原作に失礼なぐらい弱いんで、まあ今回はね、この情報をみんなに拡散してほしいと思ってね、動画にしました。もうぜひよかったらみんなこれね、やばいと思った人、本当に高評価をしてこの動画を拡散してくれ、マジでこれ運営さんに届いてほしい。多分運営さんは当然ながら左下生成は想定の範囲内だと思うのね。まあそれは当たり前じゃん。トカヤミどちらかといえば攻略寄りに使ってほしいから、いくら周回性能強いとはいえども、まあ言うてね、そのなんていうのね、左下生成にすることで完全脳死を防いで、まあある程度頭使いながら周回できるようなキャラにしたいという運営の意図は分かるんですよ。ただ54マスにおいて無交換通が作れないということは、絶対これ運営想定してないと思うんですよね。てかしてるとしたらやばいの、マジでしてないということを信じたいので、まあこれは修正が入ると僕は期待しています。もしこれ修正が入んなかったら、多分運営は54マスで無交換通作れないことを理解した上で実装してるんで、もうそれは本当にやばいんで、
まあ、多分ね修正入るということを祈って今回はもう動画にしました。なんでぜひ運営さんね、この動画もし見ていただければですね、せめてあの左下先生はもう別に全然問題ないので、54マスで無効貫通つけれないっていうこのもう本当にとんでもない情報だけはね理解しておいていただければなと思います。ということで今回は常闇がやばすぎる木について話す動画でした。チャンネル登録高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。